ます。作新太郎です。作新太郎です、今日は6月11日、はい、朝6月12日、はい、12年前の6月12日、うん、初めて僕は安井先生にお会いして愛嬌いただいた日で、その1年後の今日6月11日、うん、今度は菊術の高村先生にお会いして2年続けて、すごい愛嬌の先生に愛嬌いただいて、今ちょっとこんな愛嬌さができるようになったんですが、で、畑村先生に会って、まあ、空手の前屈立ちでパンチをしっかりやってきてもらって、しっかり言ってくるんですね、これを。おこういうふうに突然畑村先生のところに行ったら、こういうのが勝手にそうなんかなって、これは何やろってなって、で、こっち福井帰ってからもちょっと敬語仲間に試すと、こういうのがちょこちょこ起きるようになって、で、まあ、組手中にね、急に動けなくなる人が出てきたりとかで、まあこの12年、これは何なんだろうって思いながら、まあ合気道は教えられてきましたが、その合気道っていうのは何だろうなって思いながら、やってきてるんですが、いまだにはっきりとは僕は分かってなくて、ただ安江先生の時もそうやったし、まあ、畑村先生の時もそうやったし、まあ、その後も、まあ、結局自分はそれで変わって、なんせこの心がものすごくこう穏やかっていうかね、それまでにないその優しい気持ちになれるようになったんですね。で、まあ、両先生にお会いするまでと、お会いしてしばらくできるようになってからは、こういう技ができるようになりたいと思って生きてたのも事実で、まあ、それが嬉しくてそればっかり思ってたんですが、やっぱ、まあ、10年経つと何年か前ぐらいからこの優しい心境になれるっていう、これがものすごくいいっていうふうに思えるようになって、だからまあ、こうやって次郎とかお弟子さんとかにもとか、まあ、多くかかる人に、まあ、少しでもこういう相手な心境になれたらいいなと思って、でこういう稽古をやったり、こういう動画で紹介して何かやっていくと、そういう心境が慣れる人が一人でも多くいたらいいなと思ってやってるんですが、まあなかなか説明不足な僕で、で、まあこれが元でいろいろ考えてきて、結局まあいろんな使い方あるんですが、やっぱこの腕なんですね、僕の中では。この肘から先前腕、特にこう数日でもまたさらにこの腕が大事だっていうのがあって、もうこっから先、まあ言葉で言うと、もう意識がない手なんですね、僕的に。ダラララランと JO でダラララン。でもこの重さが、こうちょっと出して、この重さがあるんですね。重さがいるんですね、ドーン。重いでしょ、重い。で、この手で、これをもう意識が通ってないと。だから、パッチを打ってきて、優しく触れて、入れるとか、作ったかっこういう手とかになってくるんですね、これ。これ自動の意識で作るなんですね、僕の意識がないんですね、これ。で、これが肘からこの先を完全にもうダララーンと、こういうもうダララーンと、こういう手なんですね。おお。器用に使えれば使えるほどの逆に今度使わないっていう風にできるんじゃないかなって最近思えるようになってきて、だからもうこの手が分かればもう、おお、どういう風にでも使えるようになるんですね。で、これをやっていくと脳に多分いい刺激がいくのか、心境も良くなっていくっていう。なんで、まあ、この手をいろいろさすったり、動かして柔らかく肘から先、この手を育てる。で、まあ、こ
ここ最近ちょっと不思議なおじいさんに出会って今度は身体操作の方をちょっといろいろとね教えてもらえたりしてるんですが、それでなおさらここ数日、特に昨日この前半がよく動かして、でまあ内発の動画も前上げてるんですが、内発ももうみんな壊れて、で昨日またちょっと身体操作をちょっと教えてもらったら、今度はもうテンションも今ぶち壊してもう一から全部やり直しな感じで身体操作とか今やろうと思ってて、またそれやっていくといろんな使い方が分かってくると思うんで、まあこの内反地とでこのテンションの方ですね、このテンションこれをまたどんどん改良していって、またそんなんでなんか説明して皆さんに分かるようにできたらいいなと思ってますんで、またこれからもよろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。